やっぱり体をこれやんないとね、うん、ここの線が崩れるんだよ。そうですよね、うん、だからやっとくとこの、このこれこれやってくると今度このこのこのすごいですね。あ、いい動きですよ。でもえ、3日町のストリート道路でやってたんですか。やってた。へえ。すごい。本当に67歳なんですか。へえ。お、かっこいい。お母さんダンスやった方がいいんじゃないですか。ヒップホップの。いや、初めて見たんだけど。いや、全然センスありますよ、絶対。今日初めて見たんだけど、うん、へぇー、ね、あれ、こうやったらやってみてんのになって。うん、すごい、すごい、すごいすごい、すごいへぇー、すごいですね。このやったやつ、うん、くねくねかわいいよ、すごい、すごい、なんかかわいいですね。へえ。なんか踊りとか好きなんですか、ダンスとか。え、もともとこうダンスとか。いや、すごい上手いですよ。え、すごいすごいすごい、かっこいい。え、それ、これ今さっき見て今踊ってるんですか。さっき見ただけだ。すごいよ。何もやってない。センスある。見ただけだ。あ、でも自分で。すごい。センスありますよ、絶対。何歳ぐらいまでやってるんですかと、だいたい、うん、あの4歳ぐらいから30歳ぐらいまでやってたよ。あ、でもなんかね、スクール、うん、スクールがあって、うん、そこで。私は先で今年67歳なんだもん。いや、全然動きは若い若い、本当に。あと、たぶん、たぶんだ。なあ、何十年間だ。すごい、かっこいいですよ。え、本当に何もやってないんですか、今。ダンスとか。え、ダンスとか、何も今までやったことない。バレエだっけ。だ、へぇー。バレエのこういう、これでしょ。うん。ね、うん、こういう動きでしょ。うん。うん、こういう動きでしょ。うん。しなやかにこう。ね、すごい。こう。ほう。あー。あ。動きがバレエ綺麗ですもんね。うん。だけどこれ日舞になるとこが動きがこうなってくるでしょ。え、日舞もやってたんですか。こう。日舞もやってたんですか。昔やってた。あ、昔。で、日舞の動き、足をこう。すごい。うん。くるだるし、うん、こう。へえ。打ったり。あ、すごい。すごい、すごい。平行感覚ないんですね。バランス感覚とか、やっぱり。バレエとかやられてたから。へえ。すごい。お母さんでも踊りのセンスありますよ、絶対。いや、本当に。あと何歳ぐらいだ。私33なんですけど。本当。はい、あ。あのお母さんで何ほど。お母さんが59ですね。だから本当はだよ、私にさ。59だらだ。19年だろ、私。20年。お母さん27年ですね。27年生まれ。うん。え、お一人で今日。そうですね、来てたんですか。今来たから、いや、あとこう天気もいいし、うん、あーと思ってこう歩きたいなと思って、歩くのもこう、うん、こうやって歩けばいいとこう、はあ、あ、モデルみたい。モデル、モデル。え、モデルさんみたいですよ。え、うん、ここ真っ白でへそをこう引っ張られるような感じで、うん、おあ、いいね。いや、でもさっきのヒップホップのダンスが一番すごいすごいすごい。え、見て踊れる人ってなかなかいないですよ、だって。うん、すごいすごい、リズム感がいい。
リズム感がすごいすごい動きがもう60代じゃないですもん本当にアートさんの自分なんか出たけど元気元気すごい若い、うん、ね、あその帰りにちょっと寄ってくれてたんですか。あそうなんですね。だから年取るとでなんだこうなってくるメイクになったらこうでなくこう、ふーっと見て、このプランやってこう、遠くを見るようにした方がいいってこう、ふーっとこう。ほー、すごい。だんだんこうやると、年を取ってくればこうなってくるみたいな。そうですね、大きくになったりとかして。こうなればおばあちゃんになるから、なるべくだから姿勢いつもこう。自然のこう仕草だよね、うん、何取るにもこうお茶飲むにもちょっとした仕草、なんか茶道とかもやったことあるんですか。ああだからだ、ちょっとした仕草で、ここ離さないってこう、うん、そうですね、こうお辞儀する時でもさこうだね、こうやってキュッとやってからうん、なんか先生とかやってたわけじゃないですよね。何やってね。へえー、そうなんだ。素人だ。へえー、全然。え？いやなんか本当にすごいダンス上手いので、なんか習ったことあるのかなと。何回当たる気ない。今度だから60年ぐらい前昔。はい。バレエちょっと習った。300円だった結社。へえー、あ当時の300円。当時300円だった。いやでもなんか素敵ですね。なんか明るくて。ここの人だった。端の犬が壊った。あ、私十和田なんですよ。はい。今日あのリフォーム佐々木っていう旗立ってるんですけど、あの会社でちょっとショールームお借りしてあのイベントやってたんですよ。うん。すいません。いえいえ、ありがとうございます。あ、なんか聞きたいこととかは大丈夫でした？はい、はい、ありがとうございます。